4回乗り物やったー、いました大好評企画モノマネの達人のりさんのプロ野球選手モノマネショー、第4弾本日やっていくのは千葉ロッテマリーンズ、よっしゃ OB 現役混合先発チームという、よっしゃツーズーマリーン、イエーイ、ということでね、この企画やるたびになぜかユニフォームをかわされているということでゴーゴー千葉ロッテ、本日も7人やっていくんで、はい、ビシバシと、はい、バシビシと当ててください。でね、あの自称千葉ロッテファンがここにいるので、もう大ファンですから、10年来の、はい、全部当てますから、これ1個でも間違った瞬間に、ノリさんからビンタが、はい、オッケーです、オッケーです、いや、外すわけないじゃん、ないよね、大行き強兵、俺も、あ、オッケー、そういうこと、はい、それではやっていきましょう、レッツ、ノリさん、それでは、1人目、お願いします。いや、マジ君よ、これ分かんねえな。おお、大体に来る感じね、掘ってる、掘ってる、あー、誰誰誰誰、おおおおおお、似てる、似てる、あー、もうめっちゃ似てるわ、これは似てるわ、もうすぐ行く、あ、これはいける、どうぞ、佐藤さん、はい、これは分かる、さすがにやっぱもう WBC でいろんな人に見てもらいましたから、これが特徴だから、足の開きよ、開きすぎだ、これよ、それでは2人目お願いします、はい、もう癖がすごい、誰、うわ、中心引く、すげえ、めっちゃ似てる、え、めっちゃバカ似てる、めっちゃ似てる、バカ似てるわ、すげえ、そんな可愛くやった、こんな似せれるの、うこんな似せれるの、これめっちゃうまい、こいつ、え、こんな時代もある、うわ、すげえ、あるんだ、そんな時代、え、てか振りも似てる、ロッテでこんな可愛くやった、この後も細かい、あー、うわ、うまい、うわ、すげえ、うめえわ、待ってよ、キヨタン、いやいやいや、ミスターロッテがいるから、あ、分かったよ、ちょうど角中選手、おー、角中ってそんな構え低いの、いや、やべえよ、嘘、俺こんぐらいだと思う、超低い、あと肩がもうすごいことになってる、それでは3人目、はい、プレイ、あー、すごい、え、誰、いかつこう、あの、もうすごいね、細かいとこ似てるよね、すげえ、うわ、誰ガチガチじゃん、もうテイクバックとか超似てるけど、はい、大輝さん、ナバーロ、ずれた、正解、オッケー、ずれたってさ、うん、ロッテの、いたらもう OK だから、あ、いたらね、どこで使っても、なるほどね、近かったけどね、まあ、違うチームではもう使えないですけど、なるほどなるほど、あ、そういうことで OK です、 OK です、 OK です、さあ来ました、ピッチャー4人目、プリン、うんうんうん、おおおおお、はい、OK です、はい、OK です、はい、OK です、下投げたけば、それだ、膝な感じだる、はい、膝だな、似てるわ、めっちゃ投げたとだるそうだもん似てる、これなんだ、あ、するんだ、あー、なるほどね、なるほどね、はい、さん、ミスターサブマリン渡辺俊介、おーい、今のところね、ノーミスということで、素晴らしい、はい、5人目、はい、プリン、あ、オッケー、癖強、まあ、これはね、まあ、これはね、癖強すぎだろ、似てるね、超似てる、似てるね、似てすぎ、似すぎ、似すぎ、大輝さん、はい、ナイス、おー、なんかあれだね、みんなめっちゃ答える、うん、俺まで回ってこない確かに、いねえ、回し引っ張るやつが、それでは、6人目、プレイ、あれ、おお、似てるわ、似てる、すごい、いいね、こんな似せりでいいね、すごいね、ロッテってなんかあんま難しそうだけど、そう、全部さらってやってるよ、わーい、あー、すげー、これもう分かってるよ、ふざけな、こんなんせんやろ、はい、涌井秀明、おお、いいね、強兵までまんま回ってこない、ここで終わっちゃう、ピッチャーでいける、出したかったけど、はい、あ、はい、最後7人目、プレイプレイプレイ、え、あ、俺もう分かった、全然分かんない、あ、俺も分かったよ、もう、え、うえー、いいね、いいね、あ、分かんない、これ全然分かってない、え、結構、あれするわ、そういうの、いいね、これもう余裕っしょ、分かる分かる、全然だから余裕、俺2人くらいこう分かってる、素晴らしい、けど違うチームなんだ、じゃあ大輝さん、鈴木大地、ベーン、大輝さん、え、え、あ、俺も鈴木大地、えぇ、ー、あ、いっちゃった、
これ正解し福浦和也選手。あーやばい。はい、ということで4回目の乗り物が終わりました。似てるね、やっぱプロ耐えた。プロだね。はい、耐えたっていうかもう余裕だって。あ、本当に結構ね、うん、自信なかったのよ。まあ OB がやっぱずるいから。うん、いや、ずるくないです。逃げだから。まあでもそれぐらいできて当然でしょ。まあね、うん、余裕。俺だって誰でもできる。言ってみよう、言ってみよう。ほんなら、胸胸ね、胸、俺は全員いいよ。おー、やっぱ左から入るぐらいがもういいわ。誰こんなんせえへん、こんなん。はい、ということでね、はい、今のね、ノリがすごいっていうのが分かったでしょ。分かりましたでしょ、皆さん。完全にただの T を語る。今回もね、ノーミスクリアということで。いやー、よかった。でもね、正義が強いよ。いや、めっちゃ知ってる。君はロッテファンじゃない。ないです。首です。俺、いいやと。違う。ロッテ首。ええ胸のイメトリ。胸もういいよ。はい、次第5回目。じゃあ今決めようかな。お、じゃあ俺のこのこれにかける。お、これの見えて位置でルーレットで決める。うん、はい、来た。阪神。阪神。やった。いやもう独断と偏見。ということで、うん、次阪神。阪神。あ、結構得意よ。え、阪神は結構癖強いと思う。セリーグに関しては本当に見ないから。下柳とかも結構きつい。あー、しまえるね。で、あれでしょ。グローブ投げれば。次のね、阪神楽しみな人は高評価。はい、似てるなと思った皆さんも高評価お願いいたします。ということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、次のノルマネーで呼ばれましょう。ジャスティン。ジャスティン。ご飯